これもね、珍しい車では多分なんですけど、トヨタのこれ、ボルツって言うんです。トヨタと GM、米国ゼネラルモーターズ社の共同で企画デザインされたボルツ。ネーミングは電圧単位、ボルツに依頼され、米国、NUNNI にて生産輸入されるものだ。エンジンは出力の異なる 1.8 リッターが2種類。排翼仕様が190馬力の VVTLZ2ZZ-GE型とレギュラー仕様の125馬力の VVTIZZ-FE型スポーティーな 2ZZ-GE 搭載車は 4AT のほか6エンジン実用的な IZZ-FE は FF のほか V フレックスフルタイム OW もやるグレードはエンジン別に 2ZZ-GE が超低燃費ガス認定の Z、IZZ-FE が超低燃費ガス認定の S もある。Z には17インチアルミ やカーマキシタリング、S は特徴的なツートンボディカラーを採用するんですね。で、サスペンションはフロントラット式、イヤーイータービーム、ダブルブッシュボーン、4WD 式で、ワイドトレッド、大幅ワイドタイヤが組み合わせます。インテリは独立4眼の出力メーターやセンターコンソール、エアコン下部に付けられるインパネルシフトが印象的で、ガラスカッチ採用のラゲッジルームは、汚れを拭き取りやすい防腐機能として、荷物固定に便利なデッキフロアレールや8のデッキフックを備える。安全設備としては、デュアルエアバッグ、EBD、電子制御式分解機能、付き ABS、トレディシュナー&フォースリミッター付きシートベルトで前後フォグランプを標準レバー設置していたという車ですね。で、この車が安くて178万8千円から、205万2千円でしたから、まあ燃費は燃費じゃねえ。価格はまあ安かったんではないかなと思いますね。で、それでリッターが 12.2 から13まで走っていますので、まあ結構燃費としてもまあそんな申し分なくいい燃費を叩き出していたんだなと。で、1794cc で排気量としても 2000cc ちょっと下回るぐらいの、ね、排気量なので、まあ維持する人もちょうどいいぐらいの車ではなかったかなと思います。ただ日本ではこの車あんまり人気がなかったんですよね。アメリカとかでは好評のような感じだったんでしょうけども、日本ではこの車はあんまりこう今一つな感じで売れなかったんですよね。だからまあそういうところがちょっと残念だったなというところではあるんですが、まあ今にすれば、この手の車はまあ非常に珍しい、車ということになりますね。なのでまあなかなかのいい車だったんじゃないかなと。で、後ろもね、こんな風になっていて、まあ、決してデザインとしてはそんなにかっこ悪いっていうようなデザインでもないですけどね、かっこよさそうな感じになってるんですけども、ボルツはね、でもなかなかあんまり見かけない、車で、GM とアメリカのね、GM ブランドと共同で開発した車でしたから、なかなかそんなにね、見た目が悪いとかっていう印象は全くなくて、結構かっこよかったと思うんだけどね。ただ日本ではなかなか売れなかったっていうのがちょっと悲しいところだったなっていうところがあるんですが、ミニカーとしてもまあ珍しいなと。ドライブタウンで初めてこんなあった、こういうのがあったんですねっていう感じで初めて知ったっていう感じになるんですが、なかなか珍しい車種ではないかなと思います。どうもありがとうございます。